お待たせしました、すいません。宮正浩です。僕は昨日今日のプレゼンテーションのようにこうフリーで気持ちよくしゃべるってことできないんで、原稿を読みながらなんですけれども、許してください。昨日京都自然科学分野での素晴らしい発表に並び、僕のような作曲家が皆様の前でお話をする貴重な機会をいただいて、改めて京都賞が掲げる高い記念理念への敬意がとともに心から感謝しています。今日のテーマ、新しい宗教音楽に関連して、かつて僕は2011年にアルゴリズミックコンポジションの不可能性と題する講演で次のように話したことがあります。現在の生命科学が教えるところでは、僕らの祖先は原始海洋の浅瀬に漂う微生物だったはずですが、そのようなことはたとえ頭で理解できたとしても感覚はそれについていきません。その一方で、宇宙衛星がから送られてくる青い地球の映像はまさにかつての人類が夢見た神の視点そのものであり、奇跡のような偶然によって水に満たされたその惑星は決して空想の産物ではありません。これらの近現代の科学技術によって人間にもたらされたさまざまな知見は、もはや人間の感覚を軽々と超えてしまっているようです。その結果として、僕らはこの宇宙を作りたもうた宗教的な神の存在を根底から断念し、微生物まで遡らずとも、もし僕の直系の祖先がどこかの世代で淘汰されていたら、単に自分は今ここにはいなかったのだろうという合理的な可能性を受け入れるしかないのです。しかし、今ここにいない自分自身などというものを僕らは本当に思考できるのでしょうか。どのような物事でもその本質を知ることは、その起源を明らかにすることであるに違いありません。作曲家として音楽の起源を問い続けてきた僕は、そのことにおいて生物科学によって人類の起源を求めてきた今日の研究者たちの良き友人であるはずだと感じています。ただし、音楽のそれは音楽史や音楽学的な研究とは別に、今ここに生きる他ならぬこの私の起源を問うことと深く結びついています。なお、ここでは本来主体と言うべきところをここでは私と呼びまして、その一方で今話をしている私をここでは僕と呼んで区別することにします。つまり、芸術音楽の体験と価値は徹頭徹尾人それぞれに固有で個別なものです。決して一般化できない。その一方で、それは必ずこの私はどこから来たのかという謎あるいは不安に由来しているいます。私はどこから来たのか、有性生殖と細胞分裂によってでしょうか。違います。私はそのことを聞いているのではありません。宇宙空間に存在する限られた物質を組み合わせて、その有性生殖と細胞分裂を現に成り立たせているこの世界に住まう私は一体どこから来たのかを聞いているわけです。 有史以来、古今東西のあらゆる人間が抱き続けてきたこの素朴な謎あるいは不安をの答えを、人間はさまざまな宗教に求めてきました。この謎はいつも何らかの宗教的な神や祖先に差し向けられてきたわけです。そしてそこにはいつもそれらの信仰に基づく歌や踊りや絵画や近代になって芸術と呼ばれるようになった人類の営みが伴っていました。
つまり芸術音楽の起源は明らかに人間の宗教的な営みの一部なのであり、僕の考えではその定義ですらあります。しかし今、すなわちニーチェの言う神が死んだ、あるいはリオタールの言う大きな物語が瓦解した現代社会の中で、その謎について答えようとするなら、そこにはおそらく2つの態度しかありません。一つは、私にしか説得力を持たない知られざる神を非合理的だと知りつつ加工する態度。そしてもう一つは、初めからそのような謎を内面的に抑圧する、つまりそもそもなかったことにするという態度です。そして僕が暮らす日本の社会は今、熱狂的に後者を選択しようとしています。しかしその態度はそもそも答えであるはずはなく、人間の誰もが秘めている謎そのものを破砕するテロリズムのようなものです。私は決して救われない。というより、もしそれが可能なら、それは私そのものが崩壊したことを意味するでしょう。ですから僕は前者について考えてみました。例えば多くの日本人は特定の宗教を持っていませんが、正月になれば神社に詣で、結婚式ではキリストの前で愛を誓い、そして死んだら仏になる。本当の信者から見れば、節操のない現代の商業主義に踊らされた人々に見えることでしょう。しかし、巡る暦あるいは人生の大切な節目において、これらの宗教が必ず呼び出されること、そして現代においてでさえそのことを日本人の誰もが当然だと感じ、何の違和感もなく互いに認め合っているという事実こそ注目されるべきでしょう。それはどの私もどうしても宗教を必要としていることを示しています。つまりそのような信仰への渇望を他の何かに置き換えることは決してできない一方で、日本人にとってどの宗教かはさほど重要ではないようです。さらに言えば、それは既存の宗教ではなく私だけの知られざる神であっても構わない。例えばそれは縁起を担ぐことだったり、ひそやかなおまじないのようなものとして誰もが知っているものかもしれません。既存の宗教のように公認された権威や教義を持たないこの知られざる神、言い換えれば自覚すらされていないような宗教的信仰心は、一見荒唐無稽なもののように見えますが、それは私の起源をめぐる謎に深く由来するものであると僕は考えています。そしてフロイトが子供時代はもうないと言ったように、私の起源という問題はまた精神分析の中心的なテーマでもあります。もちろんフロイトは無神論者であり、彼に言わせれば宗教もまた転移の一つの現れ、つまり幻想ですが、どちらにしても彼はその必然性と、それがどのような心的なメカニズムによって生み出されるのかを解明しようとしました。そこで決定的な役割を果たすのが言語です。つまり幼児は言語を獲得することによって象徴的な世界に仲間入りし、そこで初めて私が生まれる。それは生物学的な誕生とは、全く異次元の出来事です。その上でさらにユングならば、人類の宗教的神は言語の世界に生きる私が抱かずにはいられない内なる生成から生み出されたものだということでしょう。いずれにせよ、歴史的に人類の脳が言語に乗っ取られて以来、誰もが抱く宗教的信仰心は言語によって生きる人間の宿命でもあり、あるいは神経学者のダマシオが言う自伝的自己を生み出す人間の脳にとっての必然なのです。このような心的メカニズムはカルト集団に限らずとも、時として私に対して神のように振る舞うものであるからこそ、聖なる戦い、つまり殺人さえ私に強いるほど圧倒的でリアルなものであり得ることは、さまざまな精神疾患の症例が示しているのではないでしょうか。
私はどこから来たのか。それは謎であっても、とにかく知られざる神を格好せずにはいられない、この宗教的信仰心こそ、非合理と知りながら私が今日も発狂せずに私であり続けるための、人間にとってかけがえのない神聖なのです。その事実を僕は素直に見つめたいと思います。そして今、音楽こそはバラバラになってしまったように見える多くの私がある時と場所に立ち会い、その謎を大切に扱い共有するための営みでなくてはならないと僕は考えるのです。かつての音楽が儀式や礼拝と同じものであったように、すなわち現代に生きる僕にとっての音楽とは、内なる宗教的信仰心に要請されたおまじない、大げさに言えば知られざる神への奉納の儀式に他なりません。確かにかつての音楽が儀式であったように、僕は作曲することに憧れてきました。そのかつてとは、僕にとっては西洋音楽史上のルネッサンス期、遅くてもバロック期までの教会音楽です。なぜならそれ以後、西洋の音楽は人間の情動や作曲家の個性や感性などに支配されるようになっていったからです。逆に言えば、それまでは教会音楽における作曲家は音楽家である前に教会に仕えるものであり、与えられた聖書やの言葉やグレゴリオ聖歌の聖旋律を礼拝のためにコンポーズする職人でした。作曲家個人の感情や思想は問題とされなかった。僕はそれこそが作曲家の本来の姿だと思っています。しかし、何でもありの今となっては、作曲において絶対に従うべき条件、すなわち当時の作曲家たちにとっての聖典や聖旋律が具体的に与えられているわけではありません。作曲家が絶対に従わなくてはならない条件、それは作曲家個人の恣意的な思考などではなく、かつての宗教における教義にも比べられるような信頼に足る堅固なものでなくてはなりません。そして現代に生きる僕にとって、それに値する唯一の可能性は論理学、数学でした。言うまでもなく、現代論理学を基礎としたデジタル技術の中で僕らは生活しているというだけではなく、そこで作動し続けるさまざまなテクノロジーを通して、僕らは冒頭にお話しした人間の感覚では想像もできないような途方もない時間や空間を信じるようになりました。つまり、論理学、数学自体は抽象的でありながら、いや、抽象的であるからこそ、それは神によるこの宇宙の神羅万象とその起源の説明に代わる最も根本的で、現時点では唯一無二の説明の体系に見えるからです。僕はアルゴリズムという形で楽曲の構造を記述します。それは僕にとって自然言語ではなく、形式言語による試作、詩を作ることです。ただし、その論理学的整合性を絶対の条件とした、つまりバグがないということですけれども、詩、ポエムはコンピュータープログラムとして機械に実装され、作動することによって現実の時空間におけるその実態が初めて明らかにされます。言い換えると、僕が書いたアルゴリズムに従って鳴り響くべき音が決定され、その結果が人間によって音楽として奉納、つまり演奏されます。あるいは、僕の書いた形式言語による詩が朗読されると言ってもいいかもしれません。それが僕にとっての作曲です。ただし、この音楽として奉納されるという前提は、決して僕の作曲に限られたものではない。どころか、僕の愛する芸術のすべて、つまりバロック以前の音楽はのみならず、例えばベートーベンのピアノソナタを聴くときであっても、能楽を鑑賞するときであっても同様です。演者は演奏や演劇を神に奉納し、聴衆はその場に立ち会う、すなわち見守るという関係性に何も変わりはありません。これからご紹介するピアノ曲は、
繰り返される16の音符がそれぞれ隣接する音符との関係に基づき、決められたルールに従って自らの音高を変え、その結果がまた次の音符へとフィードバックされていくという原理によって作られています。そのアルゴリズムには偶然も気まぐれもありませんので、ある初期値から始めるとその後はの展開は必ず同じものになります。ただし数学では離散力学系と呼ばれるこのような系は、どのような初期値から始めても生成される音列はアトラクタと呼ばれる集合へ引き込まれていくのです。そしてやがて無限ループ状態に陥ることになります。プログラムはそのループ状態を検知すると、別のルールに従って音列のある1音を移動させ、その力学系の軌道を反らすように作られています。ピアニストが演奏中に手を叩く瞬間がその合図で、そこから音楽の新たな進行が始まります。あんまりよく見えないですね。16の音が、これは、はい、ちょっとよく見えなくてすいません。今のこれが元のプログラムでした。そういうことで、ループ状態に入ったものが、一つの音を変えることによって、次の状態にまた進んでいくという、そういうもので、それはあたかも宇宙線によって遺伝子の突然変異が起こって生物種の停滞が打ち破られる様子を見ているように、僕は今日の午前中を聞いて、イメージしています。それでは先月収録した大井弘明氏による超人的な演奏の記録を見てください。13分あります。
一つだけ言い忘れてたんですけども、この驚異的な演奏は京都大学卒業生の大井弘明さんの演奏でした。音楽という奉納の儀式、それは儀式である以上祈りと切り離して考えることはできません。そしてさまざまな宗教における祈りには必ず経文や聖典を唱えるという行為が伴っていました。事実グレゴリア聖歌や仏教僧たちによる唱名などは唱えることから始まった現在にまで至る音楽の直接の起源だと考えることもできるはずです。経典に書かれている神聖な言葉を口にすること、それは声が単なる情報伝達や感情表現のための手段、つまり道具などではなく、私の起源に深く関わる何か根源的な意味を持つものであることを僕たちに教えてくれます。つまり経典や聖書を黙読して理解を深めればそれで良さそうなものですけれども、それでは祈ることにはならない。そのような不思議な声というもののあり方について、僕は友人の左近田信康とともにフォルマント兄弟の活動として長い間考え続けてきました。僕たちの活動の中心は何よりも主のいない声について思索することでした。つまり現代のテクノロジーを駆使して人間ではなく人工音声技術によって合成された声によって歌わせたり喋らせたりする試みです。声には必ず主がいます。声は顔のような物体ではありませんが、必ず主の存在を指し示す特異な音響です。もしそのような声を人工的に生成したら、一体私はそこに何を聞いたことになるのか。その際とても重要だと思われるのは、録音された声のような過去の痕跡としてではなく、その声が今ここで生まれているものでなくてはならないということです。なぜなら再現再生された声によってではそもそも何者かが唱えているという事実が成立しないからです。それはまた歌唱の場合に限らず、あらゆる音楽が音楽として成立するための必要条件だと僕は考えています。そのように思い詰め、フォルマント兄弟は結成以来一貫してサンプリング技術を使わないフォルマント合成といういわば古き良き技術を基本にしたリアルタイム制御による発話システムの開発を続けてきました。こ
ここではフォルマント兄弟の試行錯誤の歴史を振り返ることはできませんが、その到達点が今日最後にご紹介するペルゴレージが18世紀に作曲した宗教曲「悲しみの聖母」の人間と機械による二重唱です。ここではソプラノ酒井麗秋さんとピアニストの岡野友人さんがアコーディオンを使って歌いますが、そのアコーディオンの演奏情報、つまり押された鍵盤やボタン、それらを押した時の強さや蛇腹の空気圧などの情報がすべてコンピューターに送られ、フォルマント兄弟の弟が独自開発したフォルマント音声合成エンジンを制御し、その結果として機械による声がスピーカーから出力されます。想像していただけると分かると思いますけれども、単なる旋律を弾くだけではなく、そのニュアンスや息遣い、そして何よりも今回はラテン語の歌詞まで全てを同時に演奏、つまり制御するわけですから、その演奏は至難で、世界中でこのシステムを操ることのできる人は今のところ岡野さんしかいません。最後にこの演奏を聞いていただくにあたって、僕から皆様に素朴な質問を投げかけたいと思います。つまり、人間が自らの声ではなく機械を使って唱える、つまり祈りを歌ったとき、それは本当に祈ったことになるのでしょうか。またそのとき機械によって生み出された声の主は本当にいないのでしょうか。もちろん声の主がいないことは分かっています。しかしここにいる皆様それぞれの私にとって、それは楽器の音色と変わりのないものなのでしょうか。長年このようなことを考え続けているフォルマント兄弟の活動は、先に述べたような人間の奉納としての音楽を考えるために欠かせないもう一つの視座であり、また声を介した私と機械、つまり現代テクノロジーとの未知なる関係を探るための試金石なのです。僕がまだ生きているかもしれない近い将来、コンピューターの知性が人間のそれを超えると言われています。その時私は私であり続けられるのか、いやそもそもそうではなくてはならないのかが、今芸術や音楽に問われているのだと僕は考えています。それでは演奏を聴いてください。Thank you.